こんにちは、ママデイです。今回もずくずくねを紹介します。木綿豆腐、鶏むねひき肉、もずく、片栗粉を加えてよくこねましょう。一口大に丸めます。フライパンにサラダ油を引き、転がすように焼いたら完成です。参考になったらいいねしをお願いいたします。